次ましてですね、不思議な感じですけど、ちょっと無茶ぶりというか、私がそういう役をやるのは、もうちょっと若い子はもっとやった方がいいと思うんですけどね、男性がね、それともかかとしてですね、歌声運動って昔あったと思うんですが、あるいはそのコーラス歌、声を合わせて歌うことの良さというかですね、まあ、僕も学生時代にそういうことをやってて、人間たちが声を合わせて歌うこと、それが合唱なんだって言われてね、未曽有合唱やいろんなものに挑戦して、まあ、NHK なんかも出たことがあります、まあ、そういうことをちょっと思い出しながらこのいい曲をお送りしたいと思うんですが、フォスター草競馬とかね、チャッチャラチャッ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 チャラチャラドゥダドゥダとかよくありましたよね、あるいはオールドブラックジョン ね、そういうのがありますけれど、まあ彼の遺作というか最後に書いたと言われている曲です。夢見る人、ビューティフルドリーマーっていうんですが、彼は、まあ、今みたいに CD とかね LP とかそういうのがなかったですから、書いた曲は楽譜にして、まあ、売ってそれで生計を立てると。で、まあ、それこそシューベルトみたいに、いっぱい曲ができて、歌曲がいっぱいできて、アメリカのギター一本でこうさすらいながらいろいろしていて、でその出版社っていうのは大体そのね霞を取るっていうか、ようですね、でそういう人たちがまあみんな権利を取っちゃいましてですね、彼は単なるまあドランカーにだんだんなっていっちゃうんですね、酒酔っ払いですね。で最後は失意のうちに亡くなったというふうに一応言われております。でその中でこのビューティフルドリーマーも、美しい夢見る人よって最後にこのおったまげショーマーク、あのびっくりマークがつくんですね、エクストラなどがあって言いますね、そのマークがつきます。でもう一度、もう一度私の前に現れておくれ、もう一度美しいメロディーを私の前に現れておくれ、こういう非常に切ない詩なんです。ただ曲がすごい美しいので、女学生とかがね、今女学生2人で多分歌ってくれると思うんですが、歌そんな感じで聴いていただければと思います。奥さんと子供にも逃げられちゃったんですよね。え、奥さんと子供に逃げられちゃった。あ、そうなの。そんなこと言わなくていいと思うんだけど、それ怖い話やめましょうよ。それでね、ほら逃げられた奥さんのことも思いながらこの曲を、あ、そうか、作られたと言われて、そっか、永遠の、ね、憧れの女性というか、そういう感じもあったそうです。あ、そうなんだ。じゃあ皆さん、よく男性のチームの方はですね、身につまされながら演奏したいと思います。よろしくお願いします。おはようみつこ、一瞬のうちに着替えI'm not afraid to die.
青柳美津子、ありがとう。そして新藤美桜、栗田聴覚大学同級生みたいな素晴らしい、ありがとうございました。